SD オーディオは SD メモリーカードに著作権保護を施して音楽を記録する SD アプリケーションフォーマットである。SD オーディオは SD メモリーカードのアプリケーションフォーマットの一つとして企画化された。SD オーディオ自体は MP3 に代表されるような音声圧縮のファイルフォーマットではない。もともと SD メモリーカードには CPRM による 著作権保護機能が備わっており、これを利用して音声データファイルを暗号化する企画である。暗号化前の元データとしては、MP3、MPEG2AAC、MPEG2AACSBR、WMA がサポートされている。1998年、MP3 の違法ファイルコピーによる著作権侵害が広がり、対策に苦慮していた。 アメリカレコード協会が中心となり、デジタルオーディオの著作権保護企画策定団体、スタミーが設立された。1999年、スタミーからポータブルデバイススペシフィケーションが公開され、その企画に準拠するオーディオフォーマットとして SD オーディオが制定された。SD メモリーカードが生まれた直後の2000年から2001年にかけて、パナソニック、東芝、 日本ビクターから本企画に準拠した携帯型オーディオプレイヤーが順次リリースされ、その後は SD メモリーカード、ミネスドカード、マイクロ SD カードを搭載できる携帯電話を中心に採用された製品がリリースされた。主に日本国内が中心に販売されていたが、海外でも本企画に準拠した製品は販売されていた。a u w s a 2 s d オーディオに 対応したスライドタイプミュージック形態である。ソフトバンク 905SH SD オーディオに対応しており、本体に光デジタル変換ケーブルを接続し CD などから SD オーディオ形式で録音することもできる。SD オーディオ関連の SD カードのアプリケーションフォーマットとしては、MIDI の音声データを格納する SD、サウンド、ボイスレコーダー用の SD ボイスがある。 SD オーディオの特徴の一つは、ファイルの移動を実現したことである。通常パソコンにおいては、移動と称した動作であってもファイルを複製した後、古い方を削除することになる。この複製と削除を一連の動作として、確実に実施することで、複製を制限することが目的の一つであった。CPRM を用いた暗号化と SD カード内の域の利用により、 データの複製後の削除を確実なものとし、たとえファイルをバックアップしておいたり、データ復元ソフト等で戻そうとしても、復元不可能とすることが実現できている。これらの著作権保護を行うため、SD メモリーカードの操作には、専用のソフトウェアとセキュア対応の SD カードリーダーを用いなければいけない。対応機器は、正規の手続きで暗号化して書き込まれたデータでなければ、SD、 オーディオファイルとして認識しない。また、パソコンに内蔵されている SD カードリーダーや、市販されている USB 接続の SD カードリーダーの多くは、セキュア対応しておらず、SD オーディオの転送に使用することができない。多くの SD オーディオ製品は付属のケーブルを用いて、パソコンと接続することができ、それ自身がカードリーダーとして動作するため、 必ず別途カードリーダーを買わなければ利用できないというものではないが、ユーザーが誤解をしやすい。携帯音楽プレイヤーの市場においては、アップルの iPod やソニーのウォークマンが市場を加戦して、SD オーディオ対応製品は大きなシェアを取ることができなかった。携帯電話の市場では多くの採用を誇っていたが、その所有者のほとんどは携帯電話の 音楽プレイヤー機能を使わず別の携帯音楽プレイヤーを所持し使用するということが多かったため SD オーディオ利用者はそれほど伸びなかったかつては著作者の権利を守るために著作権保護機能が必要でそのためにはユーザーが自由に扱えないことがあったり使いにくくても仕方ないとされてきたが2007年頃には複雑な著作権保護は 不便を強いるだけでなく市場の発展にとっても好ましくないという意見が多くなり、Apple や Amazon.com のコンテンツ、配信サービスが DRM フリー化するなど著作権保護を行わないことが主流となった。企画から徹底的な著作権保護を行っている SD オーディオはこのような流れに乗ることができず、ユーザーから避けられるようになった。2008年には、 音楽配信サービスのエモジースが終了し、携帯音楽プレイヤーのパナソニック D スナップも生産を終了したことで、SD オーディオは市場からほぼ撤退した形となった。その後も、携帯音楽プレイヤー以外の分野、家庭用コンポやワンセグテレビ、カーナビなどで SD オーディオ企画の製品は販売されているが、その多くは SD オーディオも再生できるが暗号化されていない。 ファイルであっても再生できるようになっているため、当初の著作権管理の効果はなく、実質的には従来品との互換のために動作するようになっているだけである。SD アプリケーションフォーマット、SD アソシエーション、ハット SD オーディオ、SD アソシエーション、ハットスタビーが、携帯音楽プレイヤーの使用文章を来週にも公表。 SD カードのコンテンツ保護、SD アプリケーションフォーマット、SD アソシエーション、ハット SD カードのコンテンツ保護、DRM 廃止は、ユーザーとレコード会社の信頼関係を取り戻せるか。ASKI.jp、http コロンスラッシュスラッシュ ASKI.jp スラッシュ elem スラッシュ000スラッシュ000スラッシュ039スラッシュ39104スラッシュ、a <ッ> p p l iTunes ストアで DRM フリーの iTunes Plus を提供。asukey.jp.http:/asukey.jp:/elem:/000/038/38911/Amazon。おじないに DRM フリーの音楽配信サービス開始を決定。 ギガジネ、http コロンスラッシュスラッシュ GIGAZINE.net スラッシュニューススラッシュ2 0 0 7 0 5 1 7アマゾン o DRM フリー、ニフティ、音楽配信サービスエモジースを2008年3月に終了 AV ウォッチ http://av.watch.impress.co.jp:/docs:/2007115/2ft.htm ありがとうございます。